今回は走り高跳び選手の石岡柚月さんをご紹介します。石岡さんは1997年8月1日生まれの美人アスリートです。出身地や身長と体重に関してははっきりとした記載がありませんが、大会映像などから推測して宮城県出身、身長は175センチ前後、体重は50キロ台、バストは A から B カップではないかと思われます。石岡さんは多くの跳躍系選手がそうであるように、競技に必要な筋力を確保し、不必要な重さを削減するために体脂肪をしっかりと抑えた無駄のない引き締まったスタイルが特徴的です。長身で重長、すらりと伸びた長い手足と、まるで妖精のような清楚で清潔感のある体、それでいて女性らしく丸くて柔らかな雰囲気を残したヒップラインがセクシーですね。走り高跳び独特のバーに干渉しないタイトで、露出度高めのユニフォームから覗く無駄のないスリムなウエストライン、綺麗なおへそ、バーをクリアする時ののけぞった柔軟性抜群のボディライン、タイトなアンダーユニフォームからこぼれそうな両ヒップの膨らみがとても色っぽい石岡さん、後ろ姿の色気は一見の価値ありですよ。また跳躍後にマットに着地した後の石岡さんが両足を大きく開きマットにうずくまる姿は何とも言えない魅力があり素敵です。高校時代までは頬がややふっくらとした可愛らしさもありましたが、社会人になってからはフェイスラインもすっきりして大人の美しさが感じられるようになりました。もともと目鼻立ちもはっきりしていて美人でしたが、ヘアカラーやアイメイクなども垢抜けてきた最近の石岡さんはより美しく妖艶な姿を見せています。特に近年の石岡さんは小悪魔的なアイメイクを取り入れて美しさに磨きがかかり、ファッションモデルのようです。そんな石岡さん、東北高校に在学していた時にはすでに走り高跳びのトップ選手として活躍していたようで、2015年にはインターハイで優勝した記録が残されています。また東北高校のホームページで発信された2018年の競技情報では、本校卒業生の石岡さんが走り高跳びで1メートル80センチを飛んで見事日本選手権で2位に入ったと語られていました。また2019年には日本インカレで優勝するなど活躍を見せています。東北高校、日本女子体育大学と進み、その後はトラフグ艇に所属して陸上競技を続けているようです。彼女のインスタグラムではスポンサー様募集しておりますという記載もありましたので、スポンサー状況によって今後の活動内容の幅も変化してくる可能性もありそうです。石岡柚月さんが今後どのような活躍を見せてくれるのか楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。